だいぶ簡単になってると。大学受験のレベルではないです。ネガティブな単語が多いんですよ、本当に英検って出てくるのね。これ総研です。英検1級英単語大特訓っていうのがあるんですけど、ということで始まりました、モテチャンネル。さあ、今回はですね、ありましたね、リクエストね。はい、デルジュンパスタン英検1級ですね。5定番が出ましたので、5定番と4定番、どう違うのかを見ていきたいと思いますね。多分これ4定番だと思うんですけど、捨てちゃってるんで、カバーはね。あった、4定番書いてある。はい、4定番と5定番です。はい、では見ていきましょう、違いですね。まあ、情報がすでに来てはいたんですけども、だいぶ簡単になってると。まあ、そうですね。単語のレベルは下がってます。まあ、ただ本当に今ののに合ってるんだったらいいのかなぁとは思いますけどね。じゃあどんな単語が出てるのかっていうのをね、ちょっと比べてみようと思いますね。多分ね、途中でわかると思いますので、A のところの初めの方を紹介しようと思いますね。AK1 級のレベルをどういう風に思ってるのかわかんないですけども、簡単になってるからといって、大学受験のレベルではないです。だから大学受験のやつに使えるかって言われたら、いや微妙だな。そうだから準1級がちょっとね簡単になっちゃったから、ちょっともう大学受験の早慶対策に使えないと。じゃあこの英検1級のやつはどうなんですかって言われたんですけど、微妙。見てみると分かると。もちろんね使える単語も載ってるんですけど、はい、見ていきますね。ご定番の単語っていうのはこんな感じ。アブダクトから始まってますね。誘拐するね。アブジェクト載ってるのだ。難しい単語ですね。惨めなとか悲惨なみたいな。アボリッシュ、廃止。アボリッション、その名詞形でしょ。アボミネーション、はいはい、もうすげえ嫌いだよっていうやつだよね。まあ、こういうネガティブな単語が多いんですよ、ほんと英検って出てくるのね。で、次がアブスコンド、逃亡する。アブゾーブ、ああ、ソーブが、なんか、解く系、解き放つ系なんで、はい。解放するとかでしょ。アブソルディティは簡単ですね。アブソルドがバカだって。アブソルドとかってよく使いますね。アビューズ簡単でしょ。アビューシブ形容詞系。アカデミア。アカデミア、アカデミアだから簡単ですね。僕のヒーローアカデミア。アクセラレート。わ、これも簡単な表現ですね。加速するアクセルじゃないですか。アクセンチュエイト。ああ、アクセンチュエイトね、強調するってやつね。アクセントつけるんですよ。アクセプタ、アクセプタンス超簡単じゃん、アクセプト。アクレイムも簡単ですね。アクレイド、ああ、賞賛。うん、ちょっとレベル高いんじゃないの。アコストなんか乗ってんだ。アコストって近づいてって、なんか、声かけるやつね。アカウンタビリティ、ああ、まあ、これはできた方がいいですよ。はい。説明責任とかね。アカウンタボー。うん、形容詞形。トイックでも大事。アキューゼーション。ああ、非難。これもアキューズから来てるから簡単。アシディック。アシッドから来てるから簡単ですね。3から来てる。アシディフィケーション。簡単ね。アクエゼッション。あ、これは簡単じゃん。アクワイヤーの名詞形ですね。アクエロ。不規則なやつだね。エイカー。すごい簡単じゃない。アクリモニー。辛辣とか。アクティビストとか簡単じゃん。アラマントは、そうか、兄弟のね、動画に出しましたね。風味が取り立ってですね。こう、頑固的な。アディクティブも簡単ですね。アディティブ、添加物。アドレス超簡単じゃん。アデプト熟練してもこれも簡単。アデクエット十分な。アドヒアレンスはアドヒアから来てるね。アチュディケイト難しいね。これジャッジが入ってる。宣告するのね。アジャンクとね。はいはい。付属してるやつだよね。アドミネスター簡単でしょ。アドミスティレイティブ簡単。アドミレーション簡単ですね。アドミレットリーもこれも簡単ですね。アドマニッシュ、あ、これどっか出たことありますね。叱るやつね。アドプションとか超簡単じゃん。アドプトから来てるね。アドロイト、ああ、器用なってやつ。アドワットって読みたくなりますね。これフランス語だから。右が器用で、ゴーシュ。左が不器用っていうですね。アドバンティージャス。めっちゃ簡単じゃん、アドバンティージャスな。アドベントね。はいはい。出現。これ、総計品質。アドバース、アドバースエフェクトとかね。良くないことね。アドボケイトも簡単でしょ。アフィニティ、ああ、好みとかね。なんかいろんなものの名前に使われたりしてますね。アフレント、ああ、裕福な。アフロント、ああ、ブレイなやつね。この、表をこう、バン。叩く。アフターマス、これ簡単ね。ヨハとかね。次アジェンダか。はい、アジェンダアグレッション、うん、やっぱ基礎的な単語がかなり多いですね。それに対してもうね、わかるんですよ。こっちにも簡単な単語は載ってますよ。簡単な単語は載ってるんですけど、かなりむずい人も多いね。だっていきなりアベイトから始まるもん。減るってやつね。で、アブディケイトでしょ。アブディケイト、退位するってやつですね。あの、平成の天皇が退位するっていう時にめちゃくちゃいっぱい出てましたね、英字新聞には。次、アボレーション、異常とかってやつね。離れてるやつね。アボレントね、はいはいはい。
これ勉強したな、すげー嫌いだよ、みたいなですね。アブジェクト、あ、さっきやりましたね。アブレイズ、おー、アブレイズのこと言ってんの。燃えてってですね。ブレイズっていうのは炎です。アボミナボー、あー、これも嫌なってですね。アボミネーションの名詞。アボート、あ、アボート乗ってなかったね、さっきね。アボート中止するってやつでしょ。ほら、アボーション中絶とか。アバブボードなんか乗ってんの。トランプのカードでしたっけ、なんか上に出すって正直なんですね。アブレイシブ、はいはい、すり減らすね。アブレッジド、ね、短縮する。これはまあ、アブロゲイト、これむずっ。廃止する。アブラフリーはアブスカンド。さっきあったっけ？逃亡するってやつね。アブゾーブ、あ、アブゾーブはさっきあったね。アブステンション、自制。アブステインから来ますね、これに。アブサーディティ、ね、バカ。アバンダンス、豊富。アビューズね、はいはい。アベスなんかあるの、深海でね。アクセラレーターさっきあるね。アクセンチュエイトもあった。クレイムもあった。アカンプレスがなくなった。共犯とかか。アコスト、アクルー。アクルーなかったよね、さっきね。増加するあの2とね、アクルー2っていう形でできたりするよね。はい。まあこんな感じでですね、ズバババババッとあって、やっぱり難しい単語が多いかな。もちろん被ってるのもいっぱいあります。ただレベル的にはこっちの方が高い。なんで、いや、難しいですね。英検1級の単語帳って、その最初の単語問題のためにやる人が多いんで、それをやる人にとっては、おいおい、ちょっと簡単すぎじゃないのっていう問題が出てきそうですよね。だ入試に、今見たのを見てどうですか？入試に使えると思ったか、早慶ね、受ける人、ぜひ比べてみてください。使えるか微妙なとこだなって思ってて。で、他にどんな、じゃあ英検1級の単語帳っていうのがあるのかっていうと、英検1級英単語大特訓っていうのがあるんですけど、あの上田先生の本ですね。コロナ禍になって全くコラボできなくなっちゃいましたけど、例えばこの本っていうのはですね、そうグループ分けしてるんですよ。で英検って僕がやった時もそうこれ使ってやったんですけど、同じグループをまとめて覚えるっていうのをいつもやってました。なんか似たような意味の単語がすごいたくさん出てくるんで、まだこれとかアルクのSBL っていうね、っていうのを非常によく使うって言われてるんですけど、これとやってても、やっぱね、同じような意味の単語がすごい出てくるんですよ。で、その時にまとめてたんですけど、これまとまってくれてるんで。だからこういう風に、例えば、追放するグループ、戦後水準だと kick out、3000後 remove、4000だと expel、5000だと banish、banish もすげえむずいと思うけど、6000後だと eject、eject の方が簡単じゃない。で、exile があって、displace、ああ、はいはいはい、難しいね。oust、はいはいはい、ousted とかってよく。見ますね。evict、はいはい。eviction とか deport ね。はい。deportation とかね。repatriate、あ、これはあの新聞とかで見ますね。deport、確かに。expatriate も見るね。新聞で。dislodge はそんな見ないね。っていう感じで載ってるやつです。で、あとは英検1級のこの出る順で最短合格、語彙問題完全制覇っていうのは、これ問題になってます。いわゆる4択。英検1級の問題に出てくるような4択にして問題で覚えていくっていうやつですね。はい。こんなのがあったりします。まあ、あとはね、私はあの、いつも、進めてるあのデタタンのやつとかですね、アプリでやるとかっていうのは、まあ過去に出たのいっぱい載ってますから、そうやってやっていくなんていう方法がありますね。はい。ということで、まあ確かに簡単にはなってる。確かに簡単にはなってるけども、それでどうかなっていう感じかな。まあぜひですね、手に取って見てみてください。あの最初の方は簡単なものが多くて、後ろになると難しいものが多くなるっていう形なんで、最初の方はだいぶ、ああ簡単だなって思うのが結構あると思います。後ろになるとやっぱりかなり難しいものも載ってますので、まあぜひ見てみてください。見て比べてみてください。まあ国連英検、特区英検とかね、受ける人には、まあ役立つかなとは思いますけど、入試に役立つかなっていうのは微妙なところだなと思いますね。まあ本屋さんとかでね、作品見てみるのもいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.